あえて無視してるんですけどね、今もね、法務局から、まあ、いろんなところにね、このブラックに関係することについて削除要請が来るんですよ。うん、で、もうそれがしつこくてしつこくて、で、うちのね、加入してるプロバイダーなんかにも来て、もうプロバイダーから本当ね、もうしつこくてね、困ってるって言ってね、そういうふうにもね、言われてるんですね。でもそういう経緯とかね、全部録音して記録してるんで、法務局の方もまあそういうつもりでやってほしいと思うんだけども、まあでもあえて無視してますよ私は。それで今日なんかね、なんか岩国市のブラック探訪についてツイッターでつぶやいたのに、なんかねツイッター社に削除要請来たみたいで、もちろんツイッター社応じてないんだけども、まあその削除要請の対象があの州東町のね、山奥の部落なんですよね。あのお墓があったところとか、あと自称堂ですね。もう一人しか、まあ、あの人も住んでなくて、ただその離れというかその別荘みたいになってるようなところ、あんなの人いないのにあそこに削除要請するのおかしいしね。自称堂についてはもう取材目的だっていうことで、ちゃんとそこに住んでた人にも話してるしね。鬼獣楼なんて人住んでいないから、だからその人格権だのなんだの全然関係ない話だし、そもそもね、そこの住民とか関係ないね、法務局が行ってくるっていうのもおかしな話だしね。だいたい住民いないんだから、誰かがそんな法務局に申し立てたんてこと絶対ありえないんで、多分岩国市が法務省に行って、でそれがこっちに来たんですね。で多分まあ一番最初あれこれイチャモンつけたのは解放同盟じゃないですか、山口県連のあの川口君あたり。うん、だこういうのをね、まあ、私的なことをね、公を使って恨みを晴らすっていうんですね。それでね、今日はね、ぜひ法務局のね、何も知らない若い職員の方々、あとあまりネットに馴染みのなかった職員の方々にぜひ学習してほしいんですけども、ネットに童話地区名載せてはいけないっていうルールを作ったのは誰かっていうのこれはっきりしてまして、あの2チャンネル、今5チャンネルってなってますけど、あれを創立した西村博之です。西村博之がその部落の地名を載せてはいけないっていうルールを作ったんです。でそれがいつしか、なぜかね、2チャンネルのローカルルールがネット全体のルールみたいになって、それで、法務局なんかがねそれに従って対応してるっていう状態なんです。だからうさんくさい一人の男が作ったルールがまるで法律のようにのさばってるっていうのが今の状態なんです。だからもうその経緯について説明するんですよ。私リアルタイムでねその経過を見てたんで、今はもうそういう情報ねネットほとんど残ってないので、もう今の人は知らないと思うんですけども、まあそのネットというか、まあその情報通信で部落の地名を流布するっていうのは結構昔からあって、1990年代ぐらいかな、パケット無線っていうか、アマチュア無線で電波使ってね全国にいろいろ情報をやり取りするようなシステムあったんですね。でそこで大阪の部落地名一覧流した人がいて、それで解放同盟を問題にしたっていうことはありますね。ちなみにその大阪の地名、部落地名一覧はもう図書館でもあるようなもんです。あの解放同盟が大阪市との交渉でやり取りしてたような文書なんで、そんなもん調べれば誰でも分かることなんだけれども、それをあえて流したら問題にされたっていう話ですよね。でその後、まあ、2チャンネルがねインターネットで登場して、で、まあ、そこでね2チャンネルの掲示板に童話地区名書かれるっていうことはそれはよくあったんですね。でそれ で最初にね、岡山県連、部落解放同盟岡山県連、まあ、ただ岡山県連っていくつかあるんで、まあ、それのどれかわからないですけども、それが2チャンネルの西村博之に抗議したんですよね、なんとかしろと。ちなみに当時ね西村博之は電話番号とか住所で載せてましたね、2チャンネルに。だから簡単に連絡取れたんですよ。それで岡山県連が抗議して、で博之は岡山県連の人にねわざわざ会いに行ったんですよ、呼び出されて、うん、そこであれこれ話して、それでまあ詳細には何があったかっていうことは、まあ、本当詳細なことは本人しか知らないんだろうけど、まあ、とにかくそこでねブラックの地名というものは、載せませんと。でブラック関係の話題は人権板に隔離するっていう、まあ、そういうことで合意したわけですね。それで、まあ、2チャンネルっていうのはまあ別にブラックの地名だけじゃなくて、いろいろ個人の誹謗中傷なんかも書かれることがあって、それでまあ法務省がね対応するようになったんですけども、その時にまあ削除依頼の
掲示板があって、そこに法務局のまあ役職の名前でどれどれを消してくださいっていうことで書くと。で、同和地区名なんかはまあ一発で消されるわけですよ。法務局はこうこうこうって言ったら一発で消されると。まあ別に法務局じゃなくても誰かが削除依頼したら消すと。だからまあそういうことがずっと続いたんで、まあそれが2チャンネルのルールと。で、そういうね、もうあれこれあれこれ情報、うさんくさい情報とか、まあそういう際どい情報を流す場所って言ったら、インターネットではもう当時はね、2チャンネルぐらいしかなかったんですよ。今みたいに SNS ってね、あまりなかったので、で、その外資系のね、そういうコミュニケーション関係のそういうサイトもあまり出てこなかったので、まあ日本国内だと2チャンネルはほぼ独占状態だったっていう時期があって、そうするとなんかもう2チャンネルの基準が事実上の標準っていう状態になってしまったんですね。だから多分ね、法務局の人なんかもそうやって2チャンネルのルールに従って削除要請削除要請ってやってるうちに、もう2チャンネルのルールがネット全体のルールのように勘違いしてしまうようになったんでしょうね、うん、それでまあ今は外資系の企業、いろんな団体が、いろんな企業がこういうコミュニケーションツールに参入してるの で、特に外国企業にね、ブラクダのドアなんて通用しないんで、そこで今もうね、その勝手に2チャンネルで作られたルールが壊れていってるっていう状態ですね。まあ、この経過についてはまあ西村博之がまずおかしいと思いますよ。ああやってね、もう誹謗中傷もほったらかして、その裁判で訴えられても賠償金踏み倒してるような人が、なんでね、そんな何の法的根拠もないことでね、解放同盟っていう、その部落の代表でも何でもないですよ、うん、ただの一団体からの要請に応じて、それできっちりきっちり対応してるっていうのが、これが異常なことで、まあだからネットにおいても童話タブーっていうのを作った西村博之の功罪っていうのは非常に大きいと思います。だからまあ恐ろしいことに、そうやって作られてしまったルールがね、まあいつしかインターネットのデファクトスタンダードになってですね、でそれがあたかもね、法律であるかのように、まあ、そんな法律なんてどこにも存在しないんだけど、あたかも法律のような効果を持つようになってね、で何の民主的な手続きもないし、そもそも理屈しておかしいんだから、部落の地名を消すっていうのが。だからそれで、まあ、当然外国の企業にはそんなものを全然通用しないと。まあ、外国の企業じゃなくだけじゃなくてね、今もうその童話対策の時代なんて知らない世代がね、どんどん大人になって社会に出てるので、今そういう人にとっても関係ない話なんですよね、うん、それでもまあその、頭の固い人とかはそういうのはね、補修しててですね、その部落は怖いというね、自分らが一番差別意識を持ってるんだと思うけども、まあ、そういう人がいるためにそのもう外国から参入してる企業とかね、あとはその童話とか全然関係ないね、若い人たちがとばっちりを受けてるっていう状態なわけです。ということでね、まあなかなかね、その法務省のその若い人がね、上に上がらうっていうことは難しいかもしれないんだけども、こういう経過で今の状態が起こってるっていうことは、まあ豆知識として知っておくっていうのはいいことだと思います。ちなみに前で工事してるのはね、これキャンプ座間、こっち米軍基地なんですけども、米軍基地が、一部返還されてですね、でそこが、今消防署とね、病院になってるんだけど、さらに余った土地を公園に変えてるところですね。今からね、十何年か前はこうやってね、基地の中をこうやってカメラで撮ってるとね、警察に声かけられてね、消せとかね、言われた時代もあったそうなんですね。まあその頃は飛翔団って言ってね、警察が言うところの飛翔団を、まあロケットなんですね、いわゆる。それを基地の中に打ち込むようなのがいてですね、それで相当警察がピリピリしてたっていうことがあって、そういうことがあったんですけど、まあ今そういうこともなくなったんでね、こうやってフェンスの脇で堂々とこの基地の中を映しても特に何も言われることはないですね。ということで、今回の啓発動画でした。